ご存知ですか？いや、何も知らないですね。はい、僕の監督が海外でそんなに評価を受けてるっていうのは初めて知りました。非常に嬉しいですけど。はい、フリクリが海外で受けてるっていう話自体聞いてますけど、まあ、大人気なのかどうかは知らないんですけども、ただ海外受けがいいっていうのはずっと聞いてましたね。アメリカの方はとてもノリがいいので、盛り上がるところで熱く盛り上がってくれるし、面白いなって感じたら笑ってくれるし、それがすごく嬉しかったですね。正直に言ってしまうと、旧フリクリってやっぱりパッと見ただけでは話がわからない、よくわからないけれども、ピローズの曲とあのテンションの高い作画と演出で、なんかよくわからなくてもなんか見てるこっちもワクワクする、テンションが上がってくるっていう、まあ、これはやっぱり国を超える魅力があったのかなって思いますね。でアメリカでね、すごくお客さんがこれに関して人気があったなってのはどうしたかなっていろいろ考えたんですけど、やっぱりキャラクターがかっこいい、それでやっぱりものすごいやりたいスタッフ、クリエイターの高いスタッフがやりたいことをやらせられた。あともう一つ、やっぱ音楽、やっぱりロックがすごく、ピローズさん使った音楽が映像と音楽がすごいマッチしたっていう。Want to give as much freedom as possible to the new team of creators, but we needed to also set up some sort of a perimeter to work within, because we needed to make sure that it still holds the integrity of Fuikuli. The most important thing is the character design and also the music. So we decided to use the pillows for music for Fuikuli 2 and 3. The characters are so, so important.So we asked Sadamoto if he could be a part of the main character designers. He happily accepted that offer. アニメーションを作るのって集団作業なんですよね。一人で一人のこう妄想というのか、一人の想像の中で作るんではなくて、もう何十人、何百人、下手すると何千人っていう関わってくるんですけど。それが前に見てもらった時に、フリクリはこう、オリジナル作品なので、最初に、キャラクター原案の佐渡本さんから絵が上がってきた段階では色が決まっていないんですね。ただこうアニメーションを作る上でこうどういう色をつけていこうかっていうのはこう色ベースは変え、色入れちょっと試しに、さっきの地の色に青を入れてみてもらいますか。作品の雰囲気だったり、キャラクターの性格だったりを組みつつ、どんな色にしようかを決めていく作業ですね。かっこいい。大人っぽすぎますかね。いや、いいんですよ。赤の方がいい。赤いいですね。動画検査の坂井玲子です。普段だったら、原画さんの描いたやつを動画したものの動きがちゃんとスムーズに動いてるかの確認なんですけど、上がってきた絵を直したりするので、まあ、消して描いたりとかします。動画検査だとデジタルの方が楽は楽なんですけど、でも実際に描くってなると、まだ日本のアニメの作り方に即したソフトがちょっとできてないので、やっぱちょっと使い勝手が悪いなっていうのはあると、紙の方がまあちょっと作業は早いかなっていうのがあります。元のアニメーターさんの描いた動きがあるんですけども、デジタルも併用してますね。ケースバイケースで、キャラクターが部屋にいて立ち上がったり座ったりとか、誰かと会話してたりとかっていう、そういう日常シーンでは紙の方がコントロールしやすいんですけど、こういうまあ今ちょっと矛盾しちゃうんですけど、こういうドタバタしたようなシーンとか内容の場合はデジタルだとこうラフをわーっと書き進めてすぐにプレビューができるので、その強みはすごくメリットがありますね。監督といってもやってることは今のところコンテ演出なんで、まずコンテを書くっていう点で絵を描きますし、それからレイアウトチェックで何の上がりを修正するっていうと、まあ、
僕はデジタル、久保田さんもそうだったんですけど、デジタルと紙併用型ですね、はい、場合によって使い分けてますね、はい、まあでも GitHub 買ってもともと紙でやったやつなんですけど、はい、まあでもデジタルはデジタルで利点があるので、うん、何でしょう、これからちょっとずつ移行していくのかなとは思うんですけど、でも日本のアニメは多分紙のは紙ので残っていく気はしていますね。